にちは。お久しぶりです。お店はどうなんですか？お店は順調ですね。広げよう。あ、お店を通常時はハイエース止めるっていう。すごいな。そのカツさんのここでしたやつってのは、ちょうどこうなるわ。あんまり高くてなんか4000くらい。汚れてもかっこよくないですか？なるほど。やってるやって1年経ってないでしょ。そんなに儲かるんですか？いや周囲どれぐらいでどうですか？俺マジ気になるな、はい、いやもうその時々して。せっかく足場さんもなんかいろいろやってくれたし、なんか1個お前好きなやつ買ったるわ。失礼です。あんま高いやつすんなよお前。すごいじゃん。あ、こんにちは。あ、お久しぶりです。おお、もうほとんど完成ですか？どうなんだ。お久しぶりです。違うこれ。そのわけいくらですか？ちなみに多分15から40ぐらい。動画撮ったところあるじゃないですか、色ずれ。あそこ行って買った？足場の見積もり嫌いが。あ、マジ？あのお店はどうなんですか？店は順調ですね。あ、マジですか？順調です。なんでも広げようと。あ、お店を広げます。あ、そんなに来る？やっぱりなんで今こう足場組んでもらってこっから広げるんですよ店。そのミックスやっぱ人気なんだな。人気ですね。やっぱりカスタムがやっぱここでしかできない。ここしかないんで。愛知県では？愛知県、いや県外行ってもここ全国で。ここカスタムをどこでもできるんですけど在庫で持ってるところが少ないです。あ、そういうことだ。あ、もうここもこだわりで自分でこういうの絶対当たるぞって言ってカスタムしてもらったやつ置いてあるんですか？そうっす。もう勝手に僕が勝手にもうカスタムしてみんな頼んで1年半年1年待つのを来て、はい、これがいいと思ったのすぐ買える。あ、そうか。普通にカスタム依頼すると半年1年かかる。かかっちゃうんだ。あ、でもこれ元々はこれって今組んであったんですか？これ基礎が足場でやってあったんですか？で、ここまでこの奥も広げるんで。はい。おしゃれー。お疲れ様でーす。おー、どれ？あー、で、どこまで内掛けをやったんですか？これは、こっちはもうそのまま、ここだけ？このワンスパン？前が今抜けてるところ。あ、それの、また、入れてけ。あ、やったんですか、今回？おー、あ、結構やっとるっすね。でもこれエアコンもすごいっすね、これ。預かりなんでいいっすか？預かりなんですか？あ、自分とか在庫は抱えてない？ちょっとだけ抱えてます。20台ぐらいっす。あー。でもここから持ってすぐもう工事で。あ、マジっすか？この時期は暇っす。今は暇ですね。あー、でも夏になったらもう書き入れ時。うわわ。よう言いますわ。このだって在庫だけでもすごいっすよね。在庫すごいっすね。あ、必死ってもうぐちゃぐちゃになっちゃう仕事が。全部ミックスの在庫なんで。それはあんまり言わんほうがいいんじゃないですか。あんまこれ使わんほうがいいですね。こちらから入れるって言ったらこっちセコムとかでどうですか？いや、ここにも全部カメラできるんで。もう、あー、そうかそうか。全部移動だって。このカメラも32個ついてて。マジっすか？セコムのセンサーとかでも多分30個ぐらい。あ、マジですか？あ、すごいですね。僕が見とってもすごいと思いますよ。ほんと下手だな。鉄骨とかで組んで構造を計算してなんだかんだやっとるぐらいだったら、あ、もう絶対こっちの方がすごい。あ、まあ、すごいですか。あ、なるほどですね。絶対だ。これ計算してるやつ出てくる。絶対だ。うん、よし、さっきちょっと解説してくれ。はい。どんな感じでやったんですか？一応、これ全部2000トラス、2000トラスで全部飛ばして下を通行できる。通常時はあのハイエース止めるって伺ってるんで、ハイエースの当たらない高さにトラスをつけてそこでステージっていう感じですね。で、ここでエアコンとかを手前に持ってきてホイスターで下ろせるようにっていう感じで組み替えをさせてもらってっていう感じで、あとはもう下は今こういう風に在庫置いてあるんですけど、この在庫を全部上に上げたいってことなんで、うん、全部棚にして。棚にするの？ここからもう棚にしてあるんで。あ、棚して、あ、そこからアンチで手すり棚みたいなの作るってわけじゃなくてな。そうです。棚足場を作ってあげて上に在庫を置けるような。お店の中に今足場材で柱が立ってるんですけど、店の中に、その足場材を極力その支柱を抜きたいってことだったんで、抜いても大丈夫なように、もともと奥の方は既存で組んであったんですけど、
別の会社さんで、うんうん、それを今全部組み替えさせてもらって、せっかくでお店見せてくれんですか。ああ、どうぞどうぞ。ちょっと商売の勉強したい。うわーすごいな、もう空間が違うもんな、これ外から見るのと。あ、ここの足場材を抜くんですか。全部もう切り落として抜ける。これ全部してあるの。あ、ここはブラックに塗ってあるんだ。あー、どこに抜く、これとこれ、そうそう、それはもうもう完全に抜ける。もうこの柱は全部抜いて、ただこいつだけは抜けるんです。あ、それは繋がってんだ。こいつは抜いたらもうよれちゃう。あー、そのこの やってるやって1年経ってないでしょ。立ってないですね。そんなに儲かるんですか。いやいや、じゃあこんな1年も経ってないうちに広げて儲からないです。大体でもラーメン屋も大きくしたらうまくいかんって言うでね。まあそこは結局土地は別に関係ないんで。ああ、まあそうですよね。だけどあっちの仕事に支障をきたさないですか。のために2階をあしっかり作って。あ、すごいな。そのカスタムここでしたやつってのはどれなんですか。いや、こういうのも全部ですか。紐が入ってるのは普通に売ってない。ここは展示品なんで上にもうバーッ。あ、このガラスのやつは もう全部売ってない。で、今は上にバーッて並べたんで最高。で、これはもうカスタムしてあるんですか。これも辺はしてあるんですね。すぐ買えるんですね。あ、もうカスタムしたんですか。そうです、してあるんです。あー、いくらするんですかこれ。しますし、で、2万ぐらいですね。2万、はい。でも高えな、ほんと。俺何回聞いても頭に入らんわね、なんか。想像超えとるもんな。販売用のこれなんかあのこういうやつに入れてほしいよね。これはあのこれなんですよ、ハンガー。これハンガーなんで、うん、持ってもらうと分かるんですけど、デラハリやば。あ、マジですか。これいくらするんですか。これ何ですか。8枚です。これ飾り用に。これもうこれ仕事関係ないもんね。仕事全然あんま欲しいやつがないんじゃないですか。そうでもない。もう本当にもう惚れちゃったやつですよね。そうです。これも全部非売品ですか。これ売ってますって。はあ、僕だって僕は結構言いたい放題言ってるじゃないですか、うん、コメント欄まんま書いてありますからね。お前ニックス全然分かってる感の話ばっかしやがってとか言って。これあ、これ売っとるんですか。あ、これもう販売しちゃうの。あ、今日じゃあ来て俺がこれ欲しいって言ったら。あ、ほんでこれ全部カスタムしたんだ。そうです。こだわりでこれ絶対売れる形っていうか。もうこれ視聴者の皆さん本当にいいよ。これちょっとちなみにちょっと興味あるかもしれないんで何個か聞いておいたろうか。パッと言える範囲です。いくらからいくらぐらいだと思うんで、まあ問い合わせしたいと思う。2万ぐらいですね。あ、これ安いな。あっちに染めてないんですよ。向こうが染めてあるんで青色の薄いの。この左の方。そうです。はい。が7、8000円プラスぐらい。ああ、それもカスタムで依頼してるんですね。そうです。はあ、こういうじゃこういうのは染めてないですよね。これは元々です、ね。これどれぐらいなんですか。これで2万円ぐらいですか。おお、そんなに新な。これも。これも2万円ぐらいです。大体。そんなに新か。なんかちょっとマッシュしてますね、頭が。ネット販売とか電話しても買えるんですか。ネット販売もしてるんで。あ、サイトに載っとるんですか。じゃあある程度これはもう商品こんなんあるよみたいな。これ色がなんかテカテカですよね。これかっこいいじゃないですか。これマジョーラなんですよ。マジョーラって何ですか。サッカーここ開けていいですか。サッカーの選手って何ですか。マジョーラって書いてある。すいません、サッカーの選手はい。なんかラメってますよね。ひらちょっと紫。あ、ほんとだ。あ、これかっこいい。マジョーラカラーです。角度によって色が。あ、全然違う。反対から見るとまた紫ですね。あ、こうちょうどこうなるわ映像で。これはすごい。これすごいです。いくらするんですか。これでも3万ぐらいですね。でやれるんですか。はい。どれになるんですか。もう愛知県以外から。いや、愛知県以外も全然行きます。急いで岐阜三重、例えば大阪見たいっていうのが。あ、マジですか。これを見に見れるとこがないんでこんなに。あ、そうか。ここ行っても商品見たいよな。どうせなら見て注文した方が多分。多少前の動画で YouTube 効果ありました。全然あります、全然あります。よかったですか。見て、あ、見てよって言って。います、います。あ、マジですか。多いですね。あ、それ嬉しいですね。誰もあんな全然反応なかったわって言われるように。だからお客さんにもこうやって喋っちゃう。あ、そうか。お客さんからしたら鬱陶しいかもしれないです。あ、それぐらいもう語っちゃうんだ。はい。もう止まんない。止まんないです。あ、だけど逆に知っとるからもう好きなやつからしたらたまんないよね。そう、もうよだれ出ちゃうんですよね。そういうのも見ながらこうしようっていうのができるんで。あ、こういう何カスタムのアドバイス。そうです、そうです。やっぱ周り見ないとどうやっていいか分かんないっていうんで、みんな。すごいな。どれぐらい種類、どれぐらい出てますか。俺マジ気になるな、はい、いや、もうその時々して大体これ1年間でトータルしたらどうなんですか。
いや、まあなんかリンゴか車かなんかで支えてください。いや、そんなことないでしょ。仕入れる量が多いんで。あ、投資が。そうです。まあでも投資はだって、まあ、決算上はあるじゃないですか。経費じゃないじゃないですか。あの、在庫じゃないですか。在庫です。で、棚卸しで決算の時は下ろすじゃないですか。だいたい儲かってるでしょ。いや、でも多分まだトントンとかそんなぐらいだと思う。いや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 、で結局やっぱ入れるんで、よく夫婦で来るじゃないですか。はい、来るんですよ。はい、そしたら男の人ははしゃぐんですよ。あ、それを女の人が見て呆れてます。そうですよね。日本なやっぱりそういうの分からんよね。多分これなんか3万とか5万とか言ったら、じゃもういいよそんなもんとか言ってなりますよね。でもそんだけ長持ちするんで。ああ、やっぱりそうですか。普通のホームセンターでやっぱ買ったやつって多分半年とかでもうダメになって買い替えが多いんですよ、うん、僕もそうなんですけど、うん、これはまずそう簡単に取り替えようってならないです。ああ、でも修理も効くし。そうです、そうです。傷んでダメってなるのがそんなにない。なかなか破れないです。もう何千円をのやつを年2回買ったら6000円ですもんね。まあそうっすね。それを3年とか考えたら。ああまあそうっすね。持つんで。はあ、すごいな。しかも在庫めちゃくちゃ置いてあるじゃないですか。何、何をこれ、これってあるんですか。先輩なんですか。先輩じゃないですね。はい、あ、先輩だ。ああ、先輩、先輩。簡単に先輩に。これ、あ、これなんですか。あ、これ防風なんです。へえー、これ実物使ってるやつ。これ使ってます。ええー、飾りじゃないですか。飾ってないですけど。使ってますね。あ、ちょっと使ったのか。いくらするっすか、差額。わからんっす。50万超えてる。どうなんですかね。下手したら言ってない。これは40後半。ルイ・ヴィトンのバッグでも使えへんもんな、あって。ルイ・ヴィトンとかもういらんすよね。僕から言わせたら、あの、仕事してる日数の方が多いんで、仕事のもの。だけどあんまり高くて、なんか汚せんくらい。いや、汚れてもかっこよくないですか。ああ、なるほど、なるほど。使い込んでる味がいいんです。あ、逆にこれ今もう現役1号機。いや、何号機持ってますか。僕4つっすかね。すごいよ。展示してるぐらいだもんな。すごいな。もうお前もなんかもうここに寄ったらもうめちゃくちゃうざいもんな。すっげえキラッキラさせてよお前。せっかく足場さんもなんかいろいろやってくれたし、なんか1個お前好きなやつ買ったるわ。失礼です。あんま高いやつすんなよお前。なんか今度は青だけでチタンプレートにしとけよお前。チェーンが出るんですよ。チェーンがチタンのチェーンが出ます。あ、マジでいくらするんですか。多分一連で7000円ぐらい。あ、いいじゃん。あ、それ買ってるわ。何よお前、もっといいやつお前。欲が吹けんだお前。何だ今のお前。どれですか。これですか。これもう売ってないんですよ。あ、そうなの。こんなもんお前高いに決まってるよ。そんなに目つけんなお前。よくない。買ったら高いだろ。このちっちゃいやつで 2,3 万するんだよお前。はどれ使うのちゃんと。無理して買うなよ。いくらするんですか。一番2,000円。お、安いな。あ、全然いい。あ、俺上でいいや。これ無線機入れたり携帯入れたりできるんで。無線機は今強引につけただろお前。これ立て付けのセーフにつくんですよ。ああ、そういうことな。あ、携帯とか。ああ、いいじゃんいいじゃん。ちょっとお前に携帯当てたってくれ。あ、視聴者の人が見たがるから。これも僕もプロですからね。YouTube も3、4年やってますからね。これ毎日こんなことあの、サイズがね、サイズ感が。ああ。まあ、携帯プラス、アイコスと、ああ、全然。タバコぐらいは入れとけるって感じだね、胸に。これでもいいなら、これでもいいよ。まあ、いい？はい。給料から引いてくぞ。じゃあこれで。お、栄養アイテムです。こんな感じで買うんだ。で、あの、名前があるんで、自分ん？あ、お前のもう登録の。じゃあ総額いくら使ったか分かります？あ、分からん。ちょっと教えてください。教えてください。ちょっと視聴者、俺言うか言わんかはちょっと考えるわ。総額？お前嫁に全部言ってるだろうな。はい。青張りは言ってないです。はい？青張りは言ってないです。はい。これは今日ですね。マジでお前、まあまあ言っとるなお前。言っとんの嫁に全部。これだけは言ってないです。は、青いのだけは言ってないです。お前やばいぞお前。知らんぞ。 なんで 青いのだけカットで。ダメだお前。金額は内緒にしといてあるね。
今日はまあ仕事の動画ですからね今日。仕事の動画。仕事の動画よりも疲れたな。俺疲れた。お前のそんな仕事のしん時のそのキラキラしたその顔目見たら俺。ね、お前幸せそうに。だからありがとうございます。いろいろ撮っていただいて。まあ、またこれうちもこれ棚島とかもやるんだな。でまあ材料の買い取りまでやってもらったんですね。で材料うちも買って。まあでもうちはもう買い取りやらんところなんで、僕ある人に相談したら小林くんってそうやって忙しくなるの好きだよねってリースにしたらって言われて、だってもう本当に売ると大変じゃんって、やっぱ物が違うから、あそうだなと思って俺も、まあ、販売はやめようと思って。はい、ありがとうございました。じゃあ一緒にお願いします。せーの、また見てねでお願いします。はい。じゃあよろしくお願いします。せーの、また見てね。一応俺もこの格好したけど一回もカメラ映ってない。